ぽい。あ逃げちゃいましたね。仕方ありませんよ。あの子人見知りしますから。ええ、プーって言うんですよ。少ししゃがんでもらえますか。どうです。そうですか。なんだか先輩の髪って綺麗ですね。でも、本当のことです。どうですか？そうですか。いえ、でもやっぱり少し照れますね。それじゃあ私はそろそろちょっと水泳部の部室に寄ってから戻ろうと思ってましたので、すみません。はい、それでは失礼します。ちょっといい？あなた、七咲に会いに来たんでしょ？そう、やっぱりね。ええ。ねえ、少し聞きたいことがあるんだけど、いいかな？そう、七咲のこと。実はね、ここ最近七咲の様子が少しおかしいのよね。
なんだかぼんやりしてることが多い上に、練習にも身が入ってないようなの。今まではこんなことなかったんだけど。しかも原因がわからないから対処のしようがなくて。君、七崎から何か聞いてない？そう、君ならって思ったんだけど。うん、それならいいの。ねえ、あ、ちょっと待って、今行くわ。まだ途中なのに呼ばれちゃった。せっかく君に時間をもらったのに、こんな中途半端に終わりだなんて。そう言ってくれると助かるわ。それじゃあ私は部活に戻るわ。の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニですね。勉強だけに限らず、現地でしか学べないことがありますから。ただ私は英語が。あ、いえ、何でもありません。はい、負けた。
た時のことを考えてしまうと、あまりやりたいとは。でもって そうですか。それはその中学の時に1枚この高校で1枚盗まれました。先輩とお話がしたかったんですけど。そうですね。ではまた今度にお話の続きをお願いします。はい、それでは私はこれで。先輩、先輩もお昼ですか？あ、はい、喜んで。先輩が一緒だと私も嬉しいです。じゃあ早速食べましょうか。一番美味しそうだったので。そっちはどうでした？はい、じゃあ先輩も私のをどうぞ。先輩の方も美味しいです。
先輩、どうかしたんですか？確かにここのところあまり調子がいいとは。ああ、でも心配いりませんから。はい、やっぱりこういう風にタイムが伸び悩むこともありますので。なんですか？大丈夫です、ただのスランプなので。すみません、心配をかけてしまって。あ、それより先輩、早く食べないとそろそろ時間が。はい、そうしましょう。先輩、あの、どうして。何もありませんよ。ただ、自由形の選考から落ちただけです。タイムが落ちたからに決まってるじゃないですか。はい、実はもうすぐ大会があるんです。はい、それで自由形の代表を決める選考があって。そんな顔しないでください。大丈夫ですよ、私廃営に転校しますから。え、廃営の枠なら人数が少ないのでまだ間に合うかもしれないんです。どうにか代表メンバーに選ばれて先輩にそう報告したいんです。私、
頑張りますから。わかってます。先輩、どうかしたんですか？そうですか。では私はそろそろ。はい、失礼します。日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ニーニー。よっ、確か今日ってお前の誕生日だったと思うんだが、誰かに祝ってもらえそうなのかとかなんとか言っちゃってるが、自信ありって顔してるぜ。かー、羨ましいな。おい、こりゃ俺からのプレゼントは必要なさそうだな。彼女のプレゼントがあれば十分だろう。まったく隅に置けねえな、この子ど。なあ、プレゼントを届けに来るならこの時間だと思っていたんだけど。よっしゃ、それじゃあ俺から大胆にも誕生日プレゼントを贈ろうじゃないか。何が飲みたい？言ってみろ。水道水ならなんとおかわりし放題だ。さあ行こうぜ。先輩、ちょうどいいところに。はい、その今先輩って少しお時間ありますか？私ちょっとでも先輩とお話がしたいんですけど。本当ですか？ではいいタイミングだったんですね。それは先輩のボケが多すぎるからじゃないんですか？冗談ですよ。うん、ありますよ。ただあまり飲むことはないですね。体調を崩しかけてる時くらいです。実感するほどではないと思いますけど。子供ですか？私は
くらい欲しいですね。はい、本当は一人でもいいんですが、兄弟がいた方がいいような気がして。ええ、そうですよね。疑われるようなことをした時点で、すでに浮気だと思いますけど。ちゃんと測ったことはありませんが、2分くらいじゃないでしょうか。そうなんですか？私は誰かと比べたことがないので。それに2分といっても、泳がずに沈んでいるだけの場合ですよ。あ、先輩、そろそろ時間ですよ。私はもう戻らないといけませんので。お話の続きはまたの機会にお願いします。え、では失礼します。先輩、こんばんは。はい、あ、いえ、それがですね。はい、それは、先輩、もしかして本当に分かってないんですか？先輩、お誕生日おめでとうございます。私からのプレゼントです。はい。好意もですよ。何にするかすごく迷いましたが、これで良かったみたいですね。それじゃあ私はこれで。失礼します。おやすみなさい。
ねしししし、プレゼントもらえてよかったね、ミーニ。という感じなんです。なるほどね。塚原先輩から見るとどうですか？そうね、今も悪くないんだけど、もう少し丁寧にできると思うよ。丁寧？ええ、フォームは今のままでいいから、指先まできちんと意識してみて。わかりました、次から注意してみます。それと、それじゃあ今日はここまでね。ほら、お客さんが来てるわよ。まだ気になることがあるなら、いつでも相談に乗るから。はい、よろしくお願いします。失礼します。え、またね。え、あ、先輩、私もっともっと頑張りますから。次こそは大会のメンバーに選ばれたって先輩に報告できるように。はい、あの先輩、どうかしましたか？日々の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね、ミーニ。
ーレだ。当たりです。どうしてわかったんですか？もしかして私の声に何か特徴でもあるんですか？しなかった理由だったので。ありがとうございます。そうですよね。それでは失礼します。先輩。先輩を待ってたんです。一緒に帰れたらと思いまして。はい、大丈夫です。今日は本屋さんに行って参考書を買うつもりだったので。行くなら先輩と行きたいと思いまして。いいですよね。ありがとうございます。はい、そうですね。じゃあ私ちょっと探してきますね。はい。何がよしなんですか？すみません、お待たせしました。はい、今の教科書にぴったりのものがありました。遊びにですか？先輩と遊びに？いえ、その私中学ではそんな風に誘われたことがなくて。はい、なんだか高校生になると今までとはちょっと違うんですね。行きます。
私、先輩と遊びに行きたいです。はい。ええ、構いませんよ。はい。先輩こそ寝坊しないでくださいね。楽しみにしてますからね。では、そろそろ行きましょうか。の積み重ねが大事なんだってお父さんが言ってたよ。頑張ってね。